はい、少子の対人戦投球編打撃編をやっていきます。まず高速スライダーです。よく曲がりますね。これはそうですね、バットから離れていくんでね、これは打ちづらいですね。どんどん空振りの山が取れますね。全然バットと高さが合ってませんね。まあ、相当曲がるんでしょうね、これは。まあ、右打者には離れていきますね、ボールが。左打者には向かっていくので結構怖いですかね。で、まあ、次は恒例の危険球。危険球をやっていきたいと思います。そうですね、これは危ない。そうですね。で、次は謎の変化球。これは自分でも何を投げたのかよくわかりませんね。ここで1段階曲がるんですね。で、次はスライダー。ね、スライダーは、まあ、高速スライダーより遅いですけど打ちづらいんですね。曲がりが強い、曲がりが強いんですね、これは。そして浮いたりするんですね、ちょっと。そうですね、これはちょっと打ちづらいな、遅かったりしますからね。次はフォーク。これは一番自信持ってますね。この落ち具合、空振りの山が築けますね。全然打てませんね。入ったな。そうですね、これはこの空振りの瞬間が気持ちいいんですね。体勢を崩すという。そうですね、これは本当にいいですね、フォークは。まあ、次は打撃編ですね。打ったー。そうですね、まあ、流し打ちは得意な方なの です、ね。まあ、相手の球を待てるので待って打つ感じですね。まあ、センター返しが得意な方ですかね。まあ、ご視聴ありがとうございました。